初めてです。初めてです。部屋を真っ暗にして撮るのは初めてでした。部屋真っ暗だったじゃないですか。あ、そうですそうです。見ました。なんかグラビアじゃないみたいです。脱いでるのに服を着てるみたいです。なんかかっこいい感じだから、グラビア的に私はなんか可愛らしいとか、なんか女性的な、なんだろう、可愛さを求めてたんですけど、全く違って、なんか魅力というか、服を着てるような女性っていう、なんて言えばいいんだろう、でも難しいですけど、かっこよかったです。1日目を一言でまとめると、かっこいいです。ピンクのやつ、超ピンクのやつの照明とか、メイクのちょっと濃い感じとかが好きでした。そうでした、忘れてました。作ったんですよ皆さん。で、私が作った以外のをスタッフさんが作ってくださったんですけど、そっちの方が美味しかったんです。なんでだと思いますか？本当に同じ食材を使って、同じ調味料とかを全部使ったんですけど、スタッフさんがある調味料をね、入れたことによって、私のよりも何百倍も美味しくて、で、私のラーメンをスタッフの皆さん全然食べてくれなかったのに、そっちのラーメンは完食していて、そうなんですよ、そちらに負けました。思いません、作りません。私は食べる専門なので作りません。極めません。思い通りのやつはもうお店にあるので、もうそちらを、はい、たまにカップ麺を作るぐらいです。カップ麺は作るのすごく上手です。お湯に入れて粉をかけるんですけど。あ、結構あって、私片面が好きなので、割と片面で火を止めて粉を入れるんですよ。グツグツさせたくなくて、粉を入れてグツグツさせるんじゃなくて、火を止めて粉を入れて、粉がちょっと、そしたら濃いんですよ味が。それはコツです。皆さんもやってみてください。それ作らせたらもう相当な腕前ですよ。本当に本当に何千回と作ってきましたから。湯河原です。湯河原初めて来ました。湯河原は初ですね。スタジオ、あ、そうだ、ハウススタジオ、あー懐かしい。もう何したっけな、あ、お庭とかで遊んだんだ。あ、そうだ、でも基本的に全部今回ヒールが多くて、全体的に本当大人っぽいですよね。でもお庭だけちょっとなんかちょっと笑顔な感じで、いつもの私です。ちょっと今回は頑張りました。頑張らさせていただきました。あ、そう、あとお昼の時に豚って言ったら笑われたんですよ。なんか東京の人は豚って言うみたいで、でも広島だったら豚って言うんですよ。それ笑われました。結局広島とかは多分豚って言うんです。豚豚ですよ、豚。はい、それを今回のロケで学びました。はい、母に電話して確認しました。今日はなんか不思議なホテルですか？ここはホテルなんですかね？ホテルですよね。何部屋か、なんか全部部屋のイメージが違って、なんか自分的にすごくやりやすかったです。全体的なイメージがなんとなくつかめたので、あ、こんな感じかなみたいなのは捉えられました。真っ黒な衣装着たんですけど、可愛かったです。黒が似合うねって言われました。アクアです。私、褒められるとご褒美やめてくださいってなっちゃうんですよ。だからもう撮影が終わるまで褒めないでください。照れちゃう。 JK って言えなくなるのも悲しいです。悲しいけど、私次 JD なので、 JD 女子大生 JD なんで、次はまた新たな魅力を持った女性になれるように頑張ります。定期券とかも安いですし、まあ周りからの目線的に、 JK って結構まだ甘やかされる存在なのに、女子大生にね、急になると、もう大人だからね、もう大人だからねって言われる。早く二十歳になりたいです、次は。あ、なんか全部から解放されたいです。全部の取り締まりから。もうあなたは日本人の一人の人間として生きていけるんだっていう称号が欲しいです。なんかまだ18とか19はまだ親から離れないでとか、
なんかそうまだ未成年だからっていう守りがあるじゃないですか、うん、そこから解き放たれたいんです。やっと自立ができそうな気がします。お私母大好きなんでいつまでも甘えますがえでもなんか周りから自立してるねって見られたいです。二十歳って言ってることによって楽しみです。めっちゃ友達超作りたいです。超とか言っちゃった。たくさん作りたいです経済学です。ガチガチの勉強です。数学します文系なんですけど数学が得意なんです。理科も得意でした。でも兄が理系の大学に通ってて、で、おすすめされなかったので文系にしました。卒業できねえぞって言われて。なるほど。はい、はい、はい、ダメだって言われて、だったらじゃあ文系ってなったんですけど、私国語と社会がすごく苦手でもうめっちゃ苦労しました。世界史の方が得意なのに日本史選んじゃって、もう覚えられないってなって、もう高校の最後の受験勉強ははちゃめちゃでした。本当に狂うかと思いました。覚えられなさすぎて。楽しみますよ人生はい、毎日楽しんで頑張ります。DVD をご覧の皆様こんにちは、寺本理央です。どうでしたか。新しい私は変わらない私なので、これからもご愛嬌ください。かん日本語合ってますキャン合ってなかったなんて言うんですか。ご愛嬌、ご愛、これからもご愛嬌ください。これからも応援してくださいオッケーカットあー恥ずかしいな